さらに今回紹介するのがこちらダイヤモンドブリザード。先に言っときますが、このカードデュープレ史上最強のぶっ壊れカードです。早速効果の方を見ていきましょう。3マナ5000のスノーフェアリー進化で、効果が場に出た時マナと墓地からダイヤモンドブリザード以外のスノーフェアリーを全て手札に回収し、その数だけ山札からマナ加速をします。つまり例えばブリザード出した時にマナから2枚、墓地から3枚スノーフェアリーを回収したら5マナがアンタップ状態で増えます。しかもスノーフェアリーは 1,2 コス体が主流なんで、そのまま 2,3 体場に出してブリザード込み一気に盤面 3,4 体並べることができます。だから一度相手に盤面取られてもこれ1枚でどうにでもなります。そんなブリザードですが、単体スペックがあまりにも高すぎるため、カード収録翌日にはもうガチ勢がランクマッチで無双して大騒ぎ。さらに翌日にはデッキが出回って環境がブリザード一色になりました。現在デュエプレイはブリブリマスターズと化しております。まあ、そもそも手札補充、マナ加速、盤面展開が全てこれ1枚で完結してる時点で強いに決まってるんですが、ブリザードのすごいところは他にあります。それが別のデッキと組み合わせた時に作動する応用力の高さ。いくつか例を紹介します。まずはリソースの多重コンボにより攻め続けることが可能になった青緑ブリザード。墓地小石を搭載し1回のブリザードで補給できるリソースが爆発的に上がった黒緑ブリザード。ペトローマやホーリースパークを搭載することにより同型を圧殺することができるようになった白緑ブリザード。基本速攻として動きながらも、相手に一旦処理されてもブリザード1枚で立て直しが効く赤緑ブリザード。相手の盤面を取り続け耐久した後エクストラターンで殴り切るボルバルブリザード。カチャーがスノーフェアリーであることを生かし、山札からドラゴンを呼び続ける赤緑ブリザードラゴン。エマージェンシー台風を駆使し、普段はブリザードを探しながらも縦から踏むとマッドネスのアークデラセルナを場に出すことができるカウンターブリザードなど、ブライゼナーガだけはどうしようもないですが、ほぼ全てのギミックにブリザードを組み込むことができます。しかしそんなブリザードも無敵ではないんですよ。というのもコンセプト上大半のブリザードが殴るので、ブロッカーを主軸としたイニシエートとかガーディアンには苦戦を強いられています。ただしこれらのブロッカーデッキはブリザードしか見てないので、ブリザード以外のデッキに不利がつく場合が多く、未だ環境トップに立つことはできていません。さらに自身の味方だったはずのペトローバがブリザード社に買収されて逆にボコられる事態も発生してまして、結果現在の環境はブリザード最強決定戦になっているのが実情です。今後ブリザードを超えるデッキは果たして現れるのか注目です。というわけでご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは。